さあ始まりました、ウイチの江戸川ナイス。おはようございます。江戸川ナイス。本日は創立80周年記念富士通フロンテック杯、はい、3日目となっておりますけれども、はい、度重なる生配信業務での、出費が重なって、日々投資が増え続けていることより、私本日よりお財布の緊急事態宣言を発令いたします。そんな有識者と相談の上、本日より、無期限の緊急事態宣言ということでね、とにかく注意して頑張りたいというふうに思っております。本日非常に向かい風強い中なんで非常に香ばしいんですけれども、私は緊急事態宣言発令してますんで、おいおいどうした、なんかしょっぱいぞと思われるかもしれませんが、それをね、熱量は変わりませんから、そうそうそう、鉄のハートで跳ね返して、まずはもう一度初心から、これは楽しみですね、思っておりますので、はい、二人もちょっと見といてほしい。ああ、わかりました。僕もそれ乗っかってみますか、はい、うん、思います、はい、いつも言ってますよねと言われましたが、今日も言います、引き締めて頑張っていこう、引き締めましょう、よろしくお願いいたします。はい、第1レース僕の予想はこちらです。1着になるのは、今泉選手の1号艇、今泉選手の51号機っていうのが抜けたモーターと言われてるんですけど、最近少し落ちてきた感じがして、内側のどれかで、でそこに船券絡みに期待したいのが5号艇の樋口選手ですね。今やいいモーターなんじゃないかなというぐらい出ている感じがするので、頭ではちょっと外枠ということもあって厳しいかなということで、2着3着でつけて買いたいなと思っております。はい、どうでしょうか。難しいですよ、4も6も切りづらい、はい、2丁と5丁の、いやもう結構いってるな、うわ6分前、大丈夫か。俺みたいなもうこうこれぐらいで十分だよ。この水面状況における145-2345、どうも向かい風がすごい、さっきオープニングでは強く吹いてたんです。また吹いてんな、あれまた吹いてんな、なんかね、ほんと瞬間瞬間によってすごいゆっくりになったり強くなったりするんで、非常に分かりづらくて、まあ、みんな攻めあぐねる感じはあるかなというところと、わりかし実力が、もう言うのやめます。なボートは1からだっていう、それです。で、2、3よりも4、5の方が成績が良さそうだったぞということで、続きましてやってみました。3000円です。わかんない、はい、3443-0130-6000、とりあえずは行きたいと思います。はい、ボードに書いてある通りの買い目なんですが、2着付けの5は500円で、3着付けの5に関しては1000円にしました。内側で決まると思ってんだったら、まあ外からんで3番手までが、3番手の方が強いかなということで、3着目を厚くいきました。ちゃんと緊急事態宣言発令を受けての1415-2345、完璧です。
なんと牧草のあのパニパニの会社からまたいただきました。パニックス、これはなんかねヨーグルトの味がする粉なんだって。なんか便秘とかなんか乳酸菌が入ってて腸内に非常にいいという、これは大丈夫だというふうにお母さんがおっしゃってました。あとちなみに前回ここで紹介してもらって、その後なんですけど全く電話が鳴らないと言って苦情が来ました。やっぱあれで気になって調べる人いないよね。でなんかこのままいけるっつったらね、いただきます。あ、おいしい。またまた。ええー、これは本当本当本当ですか。おいしい。これはヨーグルトだ。あ、おいしい。こういうお菓子あった。なあ、これはおいしいな。おいしいおいしい。これで体にいいんだったら全然。ヨーグルトの。うん、ハニックス、牧草の会社から。パニック起こしそうになったら飲むけど。いつさんで。三陽三陽のでん。おいおいこれで体にいいんだったら全然。三陽三陽の1号つけたし、バイク。一三陽三陽。結局9000使っちゃった。おいしいだろ。まあおいしいです。ヨーグルトの。ちょっと酸っぱいね。うん、後で来るね。うん、でも美味しい美味しい。あれうまいわ。皆さんに分かりやすく伝えるとハイレモン。あーそうだ、ベチさんおはようございます、今日もよろしくお願いいたします。ハイレモンヨーグレットあのタブレットの、うん、だからハイレモンがそのレモン味だよね。そうだ。どうぞ最終レースまでボートレース江戸川でお楽しみください。あとなんかもうすげえ焼けちゃってすごいぞ。どういうことですかそれ。いやあのいや多分そんなわけないじゃない。汁だろ汁。お前そんな焼けるわけないでしょ。焼けてるでしょ。いや全然そんなひどくない。いや吉井さんそんな汚いもん。いやいや黒これはいやいやこれは本当に焼けるんですよ。こんななんかなるわけがない。蒸し汁が乾燥したみたいな。いやカメラに映るのかな、このなんか黄ばんでる感じ。黄ばんでる茶色、これ焼けてるんですよ。一回吸った汁が乾燥した。あスタートスタート。何買ったっけ。あ、その5ガラム。頭はダメだよ、頭は。あ、ダメだ。朝一の採用予算ない。内側から3番、笠木の差しでバックスレッド、サラリア号。B1 号よしよしよし。よしよし、5、3等。外側からは2番の中山、この2人が並んでいます。4はない、4はない。三着頼むって。あ、4になってる。あ、5だろ、5だろ、5だろ。頑張れ、頑張れ、頼む、頼む、頼む。西一幕、3番手、4番の中野の中野、中山の懐の中野、よーし、4、先行け。素晴らしい。そうそうそう、4がない、4がない、3がいないんだ、4がない。独走になりました、一番の西一幕を取り出していきます。2番手、1番、4番の中里、切り返して、1枚、5番の樋口、差し込んできまして、OK。 いやこっち安い方だ。1号4まで行こう。1号2でしてくれ。4。うわこっちの声援だったか。中山頼むぞ。よし4だ。行くところを4番長里のまくりこれは届かず。いや2だろ。4。いやだ。4番中里とその内側からの2番の中山。
マジかー、うわー、やだ、めちゃくちゃ楽しい。ササヤディ、あー、2番中山を突き出しました。やべー、いやー、なんでだよ、楽しい。いやー、素敵。1万円以上ブリ行きじゃないですか。ちょっと震えそうだもんね今。で、当たったら1000円回帰になるから。あ、そうですか。そう、あれ今日で、また外れたら戻るか。あ、全然堅実なんだけど、どうしよう。いや、でもね、楽しいんだよ。ああ、これがびっくりすることに。344、朝一の343説信じたのに。ダメ、そういうオカルトを信じちゃう。うん、いつもあった。だからね、ボート基本1からだからな。はい。さあ、先ほど当たりましたので、今回は、攻撃してもいいということで、1号艇の福田翔吾選手、フライング一本持ちで、平均スタートも、さらにはコース別スタートもかなり遅め、2号艇2 A2 の加藤選手という並びなので、ここは2位頭でいいかなというところ、そうは言っても1号艇福田選手3着、3着、6着とまあまあ成績悪くはないなというところなので、21前を本戦にして1000円で、そして、間にね、3、4と忽那選手、相馬選手とちょっと、点数低めでさらにフライング持ってる選手が2人入ってますので、そこを叩きに行ったら25、26はあるかなと。でこっちはついてるので500円で行こうということで、合計8000円にジャンプアップしております。いつもに比べたらまあいい、序盤ならこんなもんかなっていうところですけど、ね、外れたらまた戻します。これで、はい、申し上げます。はい、第2レースですね。僕の予想はこちらです。本戦、まあ、金額も書いちゃってるんですけど、本戦は2位頭、これあの加藤選手の直まくりを想定しての2位3前2位前3ですね。でもう一つはスロー勢がスタート遅れた時に4号艇がぶち込むような気もしなくもなくて、4が、まあ、先まくりするんですけどまくりきれず5、6に展開できの5、6頭で、4が残って、まあ、5、6は指して の, あのいてという感じでの外枠勢ですね。で税300円、僕もあのね、ウイチさんを見習って緊急事態宣言を発令したつもりなんですけど、これよく計算したら7000円ぐらいいくんですよね。結構いっちゃってるので、うん、まあ金額下げてもやっぱ点数絞んなきゃダメなのかなっていうことなんですけど、とりあえずあの一旦金額を下げて、あれちなみに穴っぽいんでね、上はまあそこまでつかないと思うんですけど、場所によっては下だったらボンバーなのでそこを狙っていきたいと思います。以上です。2頭ここは硬い、東京支部で伸びだ、6頭までいっちゃった、1っちょだ基本逃げるぞ逃げるぞ、そうですね、逃げは怖かったですね、つくし。はい、256ボックスと2356356と25656線トリプルもあるね。思い切って1切りました。21とかも考えたけど、人気な気がするな。まあいいか、うん、思い切って切りました。はい、取り上げます。はい、もう宣言通りですね、2-3前2-3で5-6頭の4-5前、あの7200円買ってました。結構な額ですね。はい、まず大丈夫です、買い目変更なし、5頭を付け足したんかい。ヨッシーと、あ、一緒のヨッシーを買いました。吉永さん5頭、あー、なるほど、名前の4が1手の5頭、そこ一緒に喜びたいですね。はい、はい、ありがとうございました。256ボックス、256、まあ、本線ここしか見えてないってことだよね。2356356、トリプルまであるよ。抜け目で21です。21で2001、俺の本線
買わないけど。ちょっとなんでかわかんないんですけど、1レース当たったからいいものの、堂々と6を切ってましたよね。今回は、間に成績悪めの選手が挟まってるということで切っておりません。これでいきます。頑張れ、みんな頑張れ。みんな頑張れ出ちゃった。カトゥーさんが言ってくれるよ。そうだといいんですけどね。時間まくってくんねえかな。そしたら2、3だろ。2、3。時間まくっても2、5か2、6じゃないの。いや、怖いのは逃げですよ、逃げ。角1のコース引っ張って進入から1番、2番、3番、4番、5番、6番です。スタート届かず。外側の6番の川下ですが、ほぼ横に1000と向かいます。スタート届かず。外側の陰線です。2番の加藤が差し込んでいきまして、真っ黒の3番の福島、真ん中ついて4番の相場でバックスレッチです。逃げちゃった。1番の福田がすごい逃げちゃった。行きまして4ページのリード。2番で差し込んできました。1番加藤に対してさらに内側から差し込んでいきました。いやー、また1号だったか。4番相場と3番のスタート1ゲーになりそうですね。西にマーク2番とのそれは5番の吉永が先に回っていきまして、あ、よってくる4番相場の内側から2番加藤の差しです。ホームへと戻ってきまして、2番とのそれは最後から2番の加藤、真ん中5番の吉永が先に回っていきまして、1番の吉永が3点進入を取りました。2週間目1番とクリアしていきます。2番手の際は左内から2番の加藤が突っ張って先に回っていきます。4番の相馬が握る握る内側をついては5番の吉永でバックスレッジです。吉永の差しが届いてきまして、最悪さっきと同じ分野2番手の際が続いていきます。離れて4番その4番手に交代しまして、6番の川下安子が3番ですが、2周に2番手と続いていきます。西に巻く内側に2番の加藤が切り返して先に回っていきますが、待っての差しは5番の吉永、ホームへと戻ってきまして、この差しもしっかり届いていまして、まだ2番手の際は続きます。いや、1、2じゃないか。これは帰ってくるのが5番の吉永、その側から追い込まれたので、レースを下げていきたいと思います。1番の吉永は引き取りと最終1番手と向かっていきます。2番手の際最終1マーク、内側5番の吉永が先制します。今度は2番加藤が差す番になりまして、最後のバックスレッジ VK が回ってきました。2番の加藤が差し切っての2番手、5番の吉永3番手です。インが逃げると思わなかったな。1番、2番、5番の体勢で最終ターンマークへと移っていきます。2から取り切ってきました。今シリーズ初勝利になります。1番の福田翔吾トップで最終ターンマークリアしていきます。2番の加藤が2番手、そして5番の吉田が3番手の内側、6番川尻合わせに行きますけれども、3番手どうでしょうか。まもなくゴールです。先頭は吉田の福田です。2番ゴール、2番手の加藤、3番手の5番手の5番、ほとんど同時ゴール、4番手の4番手の3番手がゴールになります。以上、先頭総代2列でした。 さてとえ、さて戻りますか。ちょっとさらなる下げでいきます。水さんはどうですか。下げてですね。このイン残りはちょっとショッキングだけどな。はい、どうもこんにちは。ですね、これが4月18日におそらく放送というか、されてると思うんですけど、4月24日に、お前ちょっとやめろお前、それでそのどこに使われるか分かんないからこのくだり、4月24日に、僕と、主だと、そして本来ならウイチさんがいる予定だったんですけど、まあウイチさん忙しいから、ちょっと足りないっすっていう番組が始まります。はい、でその足りない部分を、今日のサオリンでおなじみの瀬戸沙織さんに MC を務めてもらおうかなと、いうことで、スズムシ、主だ、瀬戸沙織、この3人で、生配信の方を、ぜひよろしくお願いします。ね、沙織ちゃんへのコメントどんどんね、もうやめろ気づいてる、沙織ちゃんへの、ね、コメントをどしどしお待ちしてます、はい、結構本人メンタル弱いって言ってたから、いや相当弱いで何がメンタル弱いだよな、あんまりいじめないでください。そうですね、ぜひ皆さんご視聴の方よろしくお願いします。お願いします。足りないっすの足りない部分沙織ちゃんが多分パーカー赤着る。あ、そう、M と S しかないっつって、S 着るって言ってたよ。ちょっとブカブカしてるともっと広く見えるから、あえて小さいのを着るって言ってた。はい、第3レースこちらです。まず本戦は1号艇の木村選手の言い逃げですね。でそこに自在に、まあ、5コースなんですけど仕掛けられる地元の高橋勲選手絡みの船券1号前1前後で、もう一つは高橋選手の頭ですね。
5からもう自力でまくりまくり差しに構えられる選手なので、ここは狙ってみたいなと。どうでしょうか。1目と5頭と、はい、4、まあそうですね、押されてまくる感じになりそうな気もする。うん、さあ、しっかり引き締めて抑えていくということで、1号艇の木村亮太選手、やはり今日の水面的には普通に逃げていいでしょう。で、次に成績的にもありそうな、腕的にもありそうなのは3号艇の表選手ということで、1331前を500円で、合計4000円、これで行こうと思います。351前、35前1、これ300円の本線13535156566、135351000円の15656を500円とお守りの5665前、200円。どうもね、浮いてたりとか安く抑えようとしてもね、結局ね値段変わんないんだよな。それの改良の余地はあったりなかったりすると思う。金額振り分けし、振り分けようかな。これで1000円いきたいと思います。はい、はい、宣言通りですね。5665全、351全、35全1、全部で1万400円になります。以上です。これをウイッツさんにやったら分かるよ。一番反転だっけ、高田の店員さん。ご了承ください。体って怖いですね、やっぱ。これほら1331じゃないですか。普通に財布から1000円を8枚数えて出してて、おお、番記者の本命は1号艇の木村選手。ほんと怖いよね、バランスが取れて4000円ですから。特に引き足気配が、こうやって無理やりでもやっていかないと俺多分本当にダメになると思って、今日は我慢の一日。足の悪くない。これ何、はい、いやもうここはボードに書いた通りです。買い目も金額も1号前1前後500円、で51前5前1ですかね。それは300円で満州もあります。1レース目9000円、2レース目7200円、3レース目6400円、だいぶこういい感じでちょっとずつ金額落としてきます。3000円8000円4000円、あ、いいな。で当たってるからまだこれ、これが外れてもプラス。え、それはでかい。すごくない？すごい、このマジック。うん、伊沢さん来なかったら終わり。伊沢さん来るでしょ。伊沢さんと木村さんがいなかったら終わり。表さんだろう。4が行きそうな雰囲気まであったんですけど、僕の中で4の頭を泣く泣く切った。まあまあ、表さんそんなに速い人じゃないけど、はい、5があそこから伸びるんだ。そうでもない。さあ表さん、さあ伊沢さん、さあ綺麗に回った伊沢さん。さあ離れた、離れた。よし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 。え、伊沢さん嘘だろ、切れろ、最高みたいな。伊沢さん握るのか。おお、ナイスターンナイスターン、素晴らしい。続いていきます。頭までいっちゃおう。素晴らしいよ。うわ、怖い。そっから勝ってよねえか、さすがに。どうにかならないと。ナイスターン、よし、頑張りだした。
1番、3番、4番体制です。離れまして6番の大崎が4番です。5番の高橋、そして5番中田と続いていきます。1番の木村がトップで2周目は動きしていきます。3番の表が2番手の旋回、そして4番の筒井が3番手を回ってきまして、ボールへと帰ってきました。1番、3番、4番の体制、表が通過していきまして、ゲームが2周目の方向になります。3番と回っていきまして、最後のバックストレッチに抜けています。1番、3番、4番の体勢で、これは大丈夫だ。いやー、いい、素晴らしい。なるでしょうか。2番手は3番の表、そして4番の筒井が3番手です。1番、3番、4番、まもなくゴールを迎えていきます。やられてるわ。調子いいっすね。ちょっと次1000円で行くには足んないかな。でも当たったっていうからじゃないですか。いや、だからそれでやったら今度外れたら負けちゃうんだよな。じゃあ抑えるんですか。悩んでる。めちゃくちゃ楽しいぞ。いや、いいですよ。はい、第3レースじゃない、第4レース予想はこちらです。いや、ここ連続でね逃げてるということで、まあ、そういうことなのかなと信じてインから1本でいきたいと思います。で、相手が差し子ですね。まあ、金子選手や永田選手を含む実力者がいるんですが、まあ、2、3着にはさすがにテクニックでということで、この2人を込みプラス地元の片岡選手、こちらは足が、ね、良さそうなので、まあ、その3人で行こうかなと。どうでしょうか先生。逃げと、はい、5頭、4頭、はい、ありそうだな。3頭あり、片岡さん怖いですね。一撃行ってきます。さっきのレースが当たったんで、非常にここね狙いたいところでもあるんですよ。で、インがやられそうな気配がするぐらいの成績なだけにね、鈴木選手がでもうめちゃくちゃついてるんですよ。で、ただ本戦の135がどうしても13倍ぐらいしか今もうないので、本当は1331と1441まで伸ばしたいんですけど、断腸の思いですね。あとはさっきのレース当たったから1000円で行きたいという思いもあるんですが、1331だけではちょっと心もとない。14も十分ありそう。こっちの方がついてるというところで、全部500円でここはグッと抑えて、今日の我慢の一日をね、これでちょっとしのいでみたいと思います。ご了承くださいませ。1-45-0455-0455-0お守り。ここで13買わないのがまた外れる気がするよ。はい、買ってきました。1から差し51000円で、さっきのレースで400円落としましたね。さっき6400円だったんで400円やりました。この感じ、やっぱこれ当たれば場所によってはチャラぐらいにはなるので、前半しっかり締めてこれでいきたいと思います。いきます。1-45-0、4-5-1-0、4-5-4-5-0、4-5-1、ここまで勝った。3来たら知らん。まあ、いろいろ買いたくなるところでしたが、これでグッと抑えて、なんとこれで前半、まあ、2000円もいかないですけども、外れてもプラスで終わることがこれで確定するんですね。100円でもプラスになるって、今の僕にとっては10万20万の得なんじゃないかって思い出して、まあ、とてもいいことだなってね、改めて思っております。今日一日まだまだ引き締めて頑張りたいです。
汚いな、しかしさっき歩いてる時に見たらすっげえ汚かった。うわすごいな、こうやって見ると。うわ本当だ、後ろは全くなってないですよ。カバンとかしてるこれだから腕まくりするし、あれでほら焼けてんじゃん。よくされます、本当だお前もひどいな。やめてくださいよそれ嫌だな、すごい嫌だそれなんか触手みたいな、すごい嫌だはい進入から1番、2番、3番、4番、5番、6番です。ちょっと疲れてるな、3人スタートです。5番の長友さん、3人やられそう。3番金子が動いてきます。いや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 、突っ張っていきまして、まくり出しは4番の片岡、内をついて5番の後ろに5番の長友でバックストレッチです。これ先頭争いですけれども、4番の片岡の内側に番の後ろ目先をかけてきます。4番の片岡は特選会になります。2番の西尾が2番手、そして3番の片岡が、なるなる、4号なるよ、よーし5番の長友、差し半分2だったら次だろ、あるぞ4号。さらには2番手追いすがって、これ抜けるでしょ、4番の長田、2番西尾との、いやいや4号だよ、西尾に負けて移ります。4番の片岡、ただね今日足はないから刺されそう。4号の内川先生、2番西尾の差し半分で来るかどうか、これはかわしたの、これはかわしたの、2番西尾と5番長田の2番手争い続いていきます。レースは最終戦会が入っていきます。300円持ってる、195番、すごいぞ、へさきをかけ続けます。いやこれはロックだ、これロックでしょ、最終1マーク5番の長田、ロックの差しが決まる、宝石をまたいできました、ここロックだ、ロックだ、感じになりました。5番の長田が逆転の2番手、そして2番の西尾が3番手です。よく持ってんな、4番、5番、2番の体勢で最終3マークを追いついていきます。200円か、後輩と決着にどうやらなっていきそうです。まあいいでしょ、4番の片岡トップで最終3マークリア、2番手5番、2は変えねえ、しこ2が変えないな、3番手、しこしこ前なんです、西尾の内から6番星野が合わせに行く、まもなくゴールです。いやー耳して、先頭は4番の片岡です。1番、ゴール、2番手、5番の中、3番手、2番手、西尾が乗っています。2の3着がどでかいね、2の3着がでかい、よかった、待ってお守りです。いやすごいわ、久々にお守りが当たったわ、よかったな最悪なまじよかったな、いきなり下がったでしょよかったなさあ前半4レース終了しまして、はい、僕は、ぐっとこらえてなんと、4の2でプラスで逃げ切り、素晴らしい、まあ、1700円とかのプラスですけども、うん、こういうので前半いいと思っております、うん、はい、そして主田も最後今1本当たってプラスですね、ほぼ2万周を200円持ってて、すごいね、久々にお守りが浮いた、しました、よくあの4号前で流してたし、まあ、200円だったからって言われますね、あ、まあそうね、はい、なるほど、はい、どうしたフルボーです、フルボーです、さっきのちょっと意外だね、祝ってやろうかな、すっげーやな、おめでとう、すっげー、勝手にこの後呪いこすれてるんですよよーし、よし、よし、最高、よし、よし、ダメー、あはははは、きつい、欲しい方が本当にいるのか、そうですね。